世界で活躍できる選手、活躍できる選手からの逆算で、はい、うまいやつが走る、うまいやつが戦う。僕ら育成年代では順番としては技術、走る、戦う、うん、もしくは戦う、走るっていう順番にしないと、はい、戦えるやつをうまくするよりもうまいやつが年齢とともに戦って走っていく。そうですね。こんにちは、ナモサベヤマです。今日は高校の内野さんに来ていただきました。すみません、ありがとうございます。今日はお互い指導者ということで、過去にもいろんな YouTube 出ていらっしゃると思うんですけども、まあ、ちょっと違う角度の質問だったりとか、もしかしたらまあ同じような質問があるかもしれないし、指導者としてのいろんな、議題だったりそういう話の意見交換じゃないですけど、はい、そういう話ができればなと思いました。わかりました。すみません、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、僕今初めて校展を見させていただいたんですけども、はい、新しく内定している中学3年生の子がこう練習とか来てたってことなんですけど、僕が知りたいのはこの、まあ、高校は多分独特のスタイル、独自のスタイルがあって、はい、やられてると思うんですけども、内定する子たちにはどこを見て内定を出してますか。その例えば技術的なところなのか、それともやっぱり人間性なのか、内面的なところも含めて。いや、でもやっぱ人間性は大きいと思いますね。はい、それは練習参加をしていく中でコミュニケーションを取って、この人は大丈夫、こういう人間なのかなとか。で、もちろんその指導者からの情報も得ますし。そうですね、担当、はいはい、自分たちがコミュニケーションを取って、どんだけ上手くても学校生活がちゃんとできないと、うん、日本の場合はもうどうにもならないんで、うん、うん、だからこっちがどんな感情であれ、学校だったり社会のルールを守らないとサッカーができなくなる国じゃないですか、はいはい、そこがちゃんとしないとやっぱこう受け入れてもお互い不幸になっちゃうんで、そうですね、うん、そこはまあもちろん大事ですけど、うん、サッカー的な部分でいうと技術とかタレント性というか、はい、何かに特化してたりするんですよね。そうです、そうです、でも基本は技術ですね。うん、足元の技術ですよね、はい、ボールを扱う能力ってことですね、はいはい。いや、僕もやっぱり、まあ、ジュニア遠征に携わってる時間も結構、あったりとかしてて、高校サッカーに気になるのかなって思って、いろいろ、まあ、こうしてほしい中で、まあ、もちろん高校そのスタイルによるんですけども、やっぱり戦える選手だったりとか、走れる選手とかっていうのがやっぱり好まれるところが多くてですね。はいはい、でもやっぱり高校さんは、やっぱりそのところを見てるのかなと感じてて。まあ、いろんなところでも言ってるんですけど、まあ、こう、コロナになるまで、こう、毎年海外遠征をさせてもらってて、うん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 、2009年ぐらいからずっとこう毎年スペインに行かせてもらってる中で、はい、海を渡るといろんな人種に出会うというか、はい、サッカーの場合で、はいはい、戦うとか走るとかももちろん大事なんですけど、うん、まずに日本人としての日本特有のうまさみたいなものをまず特化しないと、これ勝てないなっていうか、例えばこうアフリカ系の選手とかって下手なんですよね、アップとか見てても。だけどなんか試合したらめっちゃ体強いし、なんでか分かんないですけどシュートだけバカうまいみたいな言ってるじゃないですか。走ったらめちゃめちゃ速いみたいな。でもなんか練習見てたらめっちゃ下手。だからもう本当にこう いろんなタイプのこう外国人の選手を見る中で、日本人って島国なんで、自分は例えばポゼッションサッカーがしたいからこうスペインに行きたいんですみたいなこととかを、まあ、結構子供たち言うんですよ。気持ちはすごいわかるんですけど、スペインに行ったら我々日本人って外国人助っ人じゃないですか。ポゼッションが上手い選手はスペインにいっぱい行けるんですよね。でこうスペインの指導者とかと喋っててもやっぱこうドリブラーがスペインはいない、うんうん、だから南米からそういう選手を連れてくる、うん、で実際強豪クラブには必ず南米のアタッカーがいてる、うん、だからそこを見てないんですよ日本の人たちって。だから自分たちが海外に行ったらその国の選手たちにないものを提供しないと助っ人にならないじゃないですか、はい、っていう感覚がやっぱなくて、その通用するとか自分は同じスタイルだから、例えばこうフィジカルが自分のストロングポイントだから、じゃあドイツに行きますとかプレミアリーグに行きますって言うけど、結局そういう人たちがいっぱいいてるところで、そうじゃない人たちが助っ人になるわけじゃないですか。そうですね、うん、だから日本人が海外に行った時に海外の人たちができないものを身につけてないと、はいはい、まず日本人がヨーロッパでプレーできないっていうことに、ね、まあ、行き着いて、はい、じゃあ日本人の武器って何なんだってなった時に、よく言われる生真面目さだとか、はい、こう勤勉性でハードワークで、やっぱり上手くないと日本人の
身体能力だとすぐに多分限界が来ちゃうんで、でもうまさっていうのは絶対的に世界の中でもトップにしないと多分戦えないし助っ人にならないなっていうのがすごく思ったんで、バルサのユースでやらせてもらった時にすごく感じたのは、比較的スペインでやった中ではアタッカー陣とか、まあ中盤から前は比較的小柄というか、なんかその身体能力がすげーみたいなよりも日本人体型が結構多かったんですけど、めちゃくちゃうまいんですよ。足の速さも判断の速さも、そのテクニックを選択する速さも何もかも速いんですよ。あ、こういうことかと。でこれに混ざれて、かつ日本人としての色を出せないとバルサでプレーできる日本人って一生出ないと思って、でディフェンスラインはでかくて速いし、まあそういうのを経験して、じゃあ日本の高校生同士の大会で勝つってなると、結局そういう上手くてちっちゃい人たちの争いだから、ちょっと大きい人とかちょっと身体能力が突出したとか、まあ最近で言えばハーフの選手たちがやっぱいてると、日本人同士の戦いではやっぱ優位になるんですよね。でも日本人が海外に行こうと思ったら、その日本人同士の戦いで優位になることばっか考えてても無理だなっていうところに行き着いたがゆえの、自分たちなりの解釈から導き出したこだわりで、まあ選手も選ぶし、トレーニングもするし、現状の最高傑作が古橋亨梧みたいな流れとしては、そんな感じの考えで、その中学生も見てます。なるほど。この子が J リーガーになるためには何が必要か、なる要素を持ってるか、うん、で世界と戦うためには必要な要素を持ってるのか持ってないのか、うんうんうん、やっぱ世界に出ていかないと、やっぱサッカー選手、その給料的になかなか幸せになれない部分があるので、まあ、そうですね、なかなか日本だとね、うん、そういう意味でもプロになるからにはやっぱり幸せになってもらいたいんで、うん、でなかったらもう今の日本ってもう大学行ってちゃんと就職した方が、人生90年100年って言われてる時代に幸せじゃないですか、そっちの方が長い目で見たら。プロになった選手がやっぱりまだまだ幸せになれてない国なので、そういう意味では世界で活躍できる選手からの逆算で、まあ見ますよね。まあなかなか行けないんですよ。なかなか行けないから、そこからの逆算でどん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 こう降りていった上で選手を見てる。そうです、うん、なるほど、ね、分かりやすく言うと技術と、はい、まあ、分かります、分かります。一言で言うとそうなっちゃう。なかなかそういけないから、この高校3年間で、まあ、作り上げたいタイプの世界にも通用できる選手は、うまいやつが走る、うまいやつが戦うっていう風に持っていくしかないなと思うんですね。僕らはね、分かります、分かります、うん、戦うだけだったら、例えばラグビーやってたやつ引っこ抜いていく、クリアいいし、はい、そうです、極端な話で走るだけだったら陸上の、ね、選手連れてきて、はい、ちょっとサッカーやらしたりし、ちょっとやらして、そうですよね。やっぱサッカー上手いやつが戦って走らないといけないんで、それが一番いい選手ですね。やっぱり技術的にもできて、しかも戦えて、しかも走れて、ガイちゃんベストじゃないですか。僕ら育成年代では順番としては、技術、走る、戦う、うん、もしくは戦う、走るっていう順番にしないと、はいはい、戦えるやつを上手くするよりも上手いやつが年齢とともに戦って走っていくっていう、そうですね、その順番的に。そうですよね。この間90歳のボディービルダーのがテレビに出てて、はい、逆に言うと鍛えれば90歳でも筋肉ってつくわけです、はい、でも90歳でサッカーどこまで上手くなるのかっていうところもあるじゃないですか。まあ、それも分かります。そうだから、やっぱり順序としては上手いが先なのかなっていうのが、まあ僕らの考えです、はい、っていうことは、技術ってやっぱりもっとジュニアの時はすごい大事だと思うんですよ。やっぱり一番身につく能力、スピードも速いし、いろんなのを吸収できるじゃないですか、小学生の時って。僕残念だなってたまにすごい思うのが、やっぱりジュニアユースになっても、未だにインサイドキッカー、インステップが切れないとか、インステップがインフロント気味になっちゃうとか、はい、っていう子がいるじゃないですか、はい。この子たちは小学生の時何をやってきてるんだろうって、すごい疑問に思っちゃったりとか、はい、まだまだやっぱりコーチの数とかって、お父さんコーチとか多いじゃないですか、ジュニア。まあだからそういうところも仕方ないところもあるのかもしれないですけど、やっぱりそのジュニアの時に、もっともっとただただ止める蹴る運ぶだけじゃなくて、まあ、いろんな技術とかっていうのをしていくと、まあ、よりいい選手を作り上げられるのが、はい、中学年代、はい、高校年代を得て、まあ、最終的に内野さんが言った通り、まあ、プロだったら幸せにしたいで、一番やっぱり幸せに今は海外の方がやっぱりお金的にも幸せな生活できますよね、はいはい、少年のスクールを実は僕月2回小学校5、6年生と1時間、はいはい、で中学
1、2、3年生ほとんどいないですけど、はい、1、2年生1時間、月2回だけ友達のスクール手伝ってて、教えてるんですよ。それをやりだして、すごく感じたのは、まあ高校生っていうものに自分がすごい甘えてトレーニングのメニューを考えてたなっていう。っていうのが、高校生だとこういう技術が必要なんだっていう映像を見せて、で、だから必要でしょってこう論理的に説明して、トレーニングしたら、プロになるためには必要なんだっていう理解のもとに、地道なトレーニングをやってくれるわけですよ。でもやっぱ小学生って説明してもやっぱピンときてないし、映像とか見せてもおーって言うけど、論理的な解釈がまだ低いから飽きちゃうんですよね。例えば止めて蹴るとかボールキックする練習でもすごく飽きちゃうんですよ。でスクールにしたってマッチクラブにしたってこう人気商売的なところあるじゃないですか。あそこ練習面白くない、あそこのコーチ厳しいってなったらなかなかやっぱ人が集まんないっていうのも、スクールやって辞めていく子もやっぱいてるんですよ、で多分こう表情を見てて、あこういう基礎練とかつまんないんだろうなとか思いながら、その時に僕が広告に来てまだ26歳ぐらいの時に、セレッソの前身のヤンマーでサッカーをされてた元ブラジル代表のメシャスっていう選手がいて、50歳ぐらいやったんですけど、めちゃめちゃ陽気で、めちゃめちゃサッカー上手いんですよ、で当時まだ広告めちゃくちゃ弱かったんで、メシアスさんが一番上手くて混ざって、50歳だけど一番上手い、で誰もボール取れないし、シュート練習とかもメシアスが蹴ってくれるんですよ、ボールポンポンポンって。でも本当に気持ちよくバーンって蹴れるボールをもう浮き球でも本当にピンポイントに綺麗に狙ったとこ飛んでいくんで、なんでメシアスそんなキック上手いのって話をした時に、メシアスが言ってたのが、日本人ってなんか蹴り方を教えるよね、軸足ここに置いてこうやって蹴れみたいな、でなんか本とかもあるよね、蹴り方のあれ見てびっくりした。日本人って結構みんな同じ蹴り方する、教わってるから、だけど全然試合中でも要求したところにボール来なかったね、自分がね、フォワードで。ブラジル人蹴り方みんな癖や、めちゃくちゃフォームが、だけどみんな狙ったところに飛ぶ、どっちが大事よ、狙ったところ飛ぶことですよね、でしょ、フォームなんかどうでもいいじゃん。そうでも狙ったところに自分のイメージしたこう走ってる選手のタイミングとか全てが狙い通りに蹴れたらフォームなんて何でもいいよね、どうでもいいですよねってことですよ。そうなんですよ、いやもう本当その通りやと思いますって言って、じゃあなんでそんなブラジル人うまいんですかって言ったら、メシアスは子供の頃から友達で勘当てしてた、誰が最初にカンカンにボール当てれるかっていうのを毎日のように競ってた、で勝てなかったら陰でこっそり自主練するみたいな、勝ちたいから、そしたらみんなカンカンに当てるからみんな陰で自主練する、みんな独自の蹴り方で勘に当てれるようになってくる、だからブラジルってそういうもんだよみたいなことを言ってたから、僕も本当にそれは思います。やっぱりブラジルもね、行ってるし、やっぱり子供たちは本当そういう遊びすごいしてるし、で本当にその通りで、もう十か所はどこにやろうが、そこに蹴れればいいわけなんですよね。そうだから、まあ、本当にどんな蹴り方でもぶっちゃけいいわけじゃないですか。十か所があさっての方向向いても、ボールがそこに行けばいいよ、ね。そう。じゃあ、スクールで、カンアーテやったらみんな来なくなりますよね、スクールに。いや、そうなんですよ。だから本質的には、それが一番キックが上手くなるのに、はいはい、多分それをスクールでやっちゃうと、なんだこのスクールって来なくなっちゃうから、どうしてもこう、親御さんがおって思ってくれて、子供たちがわって思うことをしないとスクールも成立しないし、そうですね、増えないですよね。そうでもスクールじゃないともう今日本ボール蹴る環境ないんですよ、難しいなっていうのが、少年のスクールをやった時に、真面目に練習したらつまんないし、遊びの要素を入れたらなんだこれ全然教えてくんねえじゃんってなるし、いやでも小学生って遊びの中で質を求めるしかないなっていうのがすごく思ってて、で中にはすごくこうしっかりしてて論理的なことが理解できて、これが必要なんだって言って黙々とやれる子もいてるけど、はい、まあ、飽きちゃってね、そう、って多いですね、はい、ないですか、特にねスペインなんか行ってても思うけど、すぐ飽きてるんで子供たち、はい、遊びが大事なんだっていうことを子供たちもそうだし親御さんもやっぱ理解できないですね、その遊びが大事なことにお金払って習われないっていうか、だからどうしてもこう習うっていう文化があって、
ドリブルスクールとかって僕の感覚では南米の近所でめちゃめちゃドリブル上手いお兄ちゃんっていう意味合いで見たらむちゃくちゃ助かるんですよ、はい、日本のユース年代の指導者的には小学生にテクニックを教えてくれてるかな、まあ、そうですね。でそこで確かにそういうなんかこねることに特化しちゃうけどそれをジュニアユースとかユースでフットボールに導いてあげりゃいいって最近思うようになりました、はい、遊ぶ場所がないから、はい、だからスクールでドリブルとかこういろんな遊びを教えてもらってサッカーできなくてもいいんで小学生年代で遊び理的なサッカーをしてもらってジュニアユース、ユースっていうところでどんどんこうフットボールを入れていってあげるっていう方が、うん、今の日本的には世界と戦えるのかなっていうのをフロンターレ行った選手がいてるんですよ、はいはい、去年今1年目のやつでめちゃくちゃうまいんですよ、はい、もうチームメートも対戦相手も下巻くぐらいうまいんですけど、うん、もうずっとドリーしてたクラブまあ、少年が自信なんですね。そうでジュニアユースもそんな感じだって、うんうん、だから高1でも全然フットボールできない、うんうん、高2でもやっぱりフットボールできない、うんうん、だけどずっとそれを言い続けた結果高3でフットボールができるようになったら、うん、もう誰も止めれない、もう止めれないですよね。そうでちゃんとフットボールができるから、うん、ワンタッチツータッチもできるし正しいポジショニングも取れるし、うん、でもそれに2年かかったんですけどめちゃくちゃうまいからそれができるようになったらめちゃめちゃ走れるし、はい、戦うしうまい、はい、もう手に負えない、はい、だからでもじゃあめちゃめちゃ走れて戦えるやつをもうあいつぐらいもう左利きのネイマールみたいな感じなんですよ、はい、うまさぐらいうまくできるかっつったら高校ではもうできないんで、うん、だからやっぱりもうバカうまいやつらがその年とともにどこまでフットボールができるかっていうのがちょっと育成ではもしかしたら大事かもしれない、うん、なるほどで僕は個人的には思ってます、はい、そうじゃないっていう意見もきっとたくさんあると思うし、まあ、それはねまあいろんな人の意見ありますからでもそれも全然、うん、まあ今日ねこうお伺いしてみてまあ確かになって思うところもありますし、その、うん、スペイン行ってまあ、日本で今流行りのコントロールオリエンタードっていってファーストタッチでボールを動かすとかそういうのもやっぱスペイン行ったら言われます。だけどさっきの話じゃないですけどそのスペインのコーチたちは本当にはっきりしてて彼らなんかこういうトレーニングメソッドの中でじゃあなんでイニエスタとかって生まれるんですかって聞いた時にバルサが彼を見つけた時にはすげえドリブラーだったとこうストリート的なこう自由なクラブで育っていたらもうその特にサッカー的なことはなかったけどもうとにかくテクニックがすごくてセンスに溢れてたそこにパスを入れたんですね。 でそのイニエスタに僕らはフットボールを教えただけなんだ。そういうことですよね。バルセロナのすごいところは彼のそういうドリブルテクニックを潰さずにフットボールを教えてイニエスタにしたことがバルサの功績であって彼にドリブルは教えてない。メッシも一緒だっつって、うん、アルゼンチンから来た時、うん、同学年じゃもう誰も止めれないぐらいのドリブラーだったけど逆にフットボールがそんなにできなかった、うん、だけどそのメッシの良さを一切損なわずにむしろすごくしてフットボールを教えたのがバルサの功績って、うん、はっきり言うんですよ。だからドリブル教えてねえみたいな、うん、もう来た時すでにドリブル超うまかったみたいな、はいはい、でこのメソッドだとドリブラー育たないですよね。ほとんどツータッチなんですよ。コントロールオリエンタードつってファーストタッチで動かしてはたいて動いてっていう。で話をすると、おそうだよ。だからスペイン人ドリブラーいないよねみたいな。平気で認めちゃうっていう。え、じゃあどうするんですかって。いやだから、まあ、代表そこで苦労してるし、クラブはお金あるクラブはブラジルから選手連れてくる。いろんなところから来てくれるようになったんですけど大阪弁やからめちゃくちゃ言われると思っといてなって最初に言ったんです。あ、はい、よくしようと思ったら環境は整理されていくじゃないですか。結局行き着く先は結局弊害がやっぱ生まれてくるっていうところに、うん、日本サッカーも早く行かないといけない。早く気づいてくれる。その道は通んないと行き着けないと思うんです、はい。